はい、今日はですね、冬の車中泊、その中でもハイエースでスキー場に車中泊する人たちのために天然パーマのハイエース、どんなスキー場用カスタムをしているかをご紹介していきたいと思います。まずですね、ここベッドのパネルを1枚外しています。これはどういう意味があるかっていうと、これね、スキーウェア、スノーボードウェアをここにかけられるようにバーを流してるんですね。そしてここのバーのところに家族4人分のウェアとかパンツをかけて干せるようにしてるんです。で、スキーを滑ってきた後ってまあ濡れてたりするので、その濡れた雫が落ちても大丈夫なように下にマットを引いて受けられるようにしてます。そしてここにかけた状態で一晩、まあウェアを乾かす必要があるので、きれいにこう下までね流してかけられるようにするためにベッドパネルをね1枚取っ払ってる状態です。そしてここ、ここ棚にしてあります。で、この棚の上にはね、濡れたグローブとかゴーグル、それからスキーブーツのインナー、スノーボードブーツのインナーとかを置いてあげていると、移動中の暖房で温まった空気がやっぱり上の方に滞留するので、ここでね非常に乾きやすくなるんですね。なので使ったグッズ、ギア等を乾燥させるためにこういうね棚を用意して乾燥エリアになってます。そして下見てください。下にスキー、スノーボードを流すんですけども、スノコを引いてます。これはね、板をダイレクトに置いちゃうと、その板もね、まあ、雪とかで濡れてるので、その濡れた水とかでエッジが錆びてしまうことがあるんですね。なので1枚スノコを敷いてその上に流すようにすることで、直接板が水に浸かんないように、そういう工夫をしています。で、こっち側にはこの大きなバッグの中に窓用のシェードですね。これも冬の車中泊の大事なグッズです。もう再三皆さんにお伝えしてますが、窓の断熱が命です。こういったシェードをですね、バッグにしまってます。それからもう一つ、ブラシ。これは板をしまう前に板についた雪を払ったり、ブーツについた雪を払うのにすごく重宝します。これ100均。このように、まあ、後ろ側ですね、ベッドスペースがちょっと圧迫されちゃうんですけど、車中泊をするんですね。要は滑った後にそのまま車に泊まることがありますので、その時にウェアとか、それからゴーグル、グローブ、ブーツのインナーといったものを乾かせるようにするための仕様を後ろ側に作っています。そしてポータブル扇風機、ポータブル扇風機2台ついてますけども、これは、暖房の暖かい風をですね、直接ウェアにかけてあげて乾きやすいようにするための工夫です。次にですね、天然パーマのハイエースのリアヒーターにちょっと工夫を凝らしてあるので紹介します。ハイエースの1ナンバー、4ナンバーの車ってちょっと特殊で、リアヒーターの吹き出しが見えるかな、こんなところにあるんですよ。これですね、こんなところについてんですね、標準では。そうするとね、ここら辺しか温まんないの、冬なので。僕の場合、ここがね、ベッドのこう箱になってるんですね。箱の部分になっているので、そこに温風の吹き出し口を作ってあげまして、そしてこれね、見たことあると思いますね。石油ファンヒーターの温風をこたつに取り込むためのダクト、こいつをですね、ここにジョインしてあげまして、そしてここから下を見てください。セカンドシートの足元に温風が吹き出すように、実はちょっと DIY してるんですね。こういうふうにしてあげることで、ここから出てくる温風をまとめて効率よくダクトを通して座ってる足の足元に吹いてあげると、そうすると、セカンドシートに座ってる子どもたちがあったかく過ごせるように、こういう工夫をしてあります。それと冬ね、車中泊をするときに絶対に常備してもらいたいものがこちらです。スコップですね。これうちのはね、スキー用の組み立て式のスコップを使っていて、このように
柄が伸びるタイプのスコップなんですけども、新潟県の越後湯沢エリア、大雪が降って、立ち往生して、みんなトラックとか、乗用車が十何キロにわたって渋滞したまんま16時間閉じ込められているってことが起こってる。ああいう時もですね、雪はしんしんと降り積もってしまうので、必ずマフラーのところの雪は跳ねてあげないと一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。なのでね、冬車中泊をするつもりの人たちはですね、必ずこのスコップ、携帯型のね、を常備するようにしてください。これ本当にね、すごく役に立ちます。私たちは何度も何度もこれがあったおかげで助けてもらってます。この時に一つ注意してほしいのは、このスコップのブレードはプラスチック製じゃなくてスチール製のものを選んでください。意外にね、プラスチックっていうのはね、硬い氷の部分ではね、非常に弱いので、そういう時にもね、スチールのスコップを持ってるとかなり安心してどこでもこう掘ることができます。これね、すごいおすすめですので、冬の車中泊をされる方は必ず1個ね、積んでおくといいと思います。最後にもう1個、これね、ついこの間の動画でも紹介したんですけども、カースロープね、これを使うことで傾斜がついているところに止めた時に水平をね、保つために使えるっていう道具で紹介したんですけども、実はスキー場とか、それから雪が積雪する道の駅とかって消雪パイプっていうので水を流すんですね。なのでその水はけを良くするために必ずね、傾斜がついてるんですよ、駐車場って。だから基本的に斜めなんです。なのでね、冬の車中泊をする人、それからスキー場とかで車中泊をする場合は、実はこのカースロープ、まあ、レベラーとも言うんですけども、これ本当ね、あるとすごく快適に車中泊ができる場所を作れるので、絶対おすすめなんです。ぜひね、これもね、1台に1個積んでおくといいと思います。当然ですがペアで使いますんでね、2つを一緒に積んでおくといいと思います。うちの場合はこのように2つ重ねてベルクロで留めておくという簡単な形ですけども、こうすることでバラバラにならないでポコンとしまっておけるので、このカースロープ、レベラー、これもおすすめです。というわけで今日はですね、特にスキー場で車中泊をするハイエースに特化した天然パーマのハイエースの中の仕様っていうのをご紹介しました。ちょっとね、スキースノーボードなので荷物がやっぱりすごくかさばんでしまうので、中の寝るスペース、過ごすスペースっていうのは少し狭くなってはしまうんですけども、そこがやっぱね、ハイエースのこの広い荷室空間のいいところなので、そういうふうに積み込んでも結構ゆとりのある空間を作って車中泊ができるので、まあ、やっぱり車中泊の最終決定版ハイエース、ぜひね、今年の冬もいっぱい車中泊をしてみたいと思いますので、スキー場でまたお会いしましょう。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 and permed.